篠原涼子は、日本の女優、歌手、群馬県桐生市出身、ジャパンミュージックエンターテインメント所属。1989年、雑誌、月刊デビューに掲載された現事務所のオーディションに合格し所属。同年10月、ドラマ、高速戦隊、ターボレンジャー第33話にて、都立武蔵野学園高校の生徒役で、ゲスト出演した。 1990年4月、アイドルグループ、東京パフォーマンスドールのメンバーとしてデビュー。同年5月、シングル、ジャストライクマジックをグループ内ユニットのコルビーズ、名義で発売し、CD デビュー。1991年12月より、フジテレビのバラエティ番組、ダウンタウンのゴッツエー、漢字にレギュラー出演し、様々なコントやコーナーに挑戦する。 アイドルでありながら、お笑いに体当たりで臨む姿勢が人気を博し知名度を得る。1994年7月、小室哲也プロデュースにより、篠原良子ウィズ、T 小室名義でシングル、恋しさと切なさと心強さとを発売。翌年にかけて、ロングヒットし、累計202.1万枚を売り上げ、ダブルミリオンを記録する大ヒットとなりブレイク。同年の、 第36回日本レコード大賞では優秀賞を受賞。第45回 NHK 紅白歌合戦にも出場した。1994年9月、東京パフォーマンスドールを卒業。1995年8月発売のセカンドソロアルバム、レディー・ジェネレーション宿女の世代を最後に小室プロデュースを離れる。以後、 かつてのようなヒット曲には恵まれなかったが、歌手活動と並行して、女優業も行い、徐々に女優として人気が上昇。2001年、蜷川幸雄演出の舞台、ハムレットで、オフィーリア役を演じ、舞台初出演。2003年、工藤勘九郎脚本のドラマ、僕の魔法使いでヒロインを演じ、おじさんの姿に変身してしまう妻役を講演した。2004年、 ドラマ、光と共に、自閉症児を抱えてで連続ドラマ初主演を務め、自閉症児の母親、東高子役を講演した。同クールに、ドラマ、アットホームダットでヒロインを演じ、2作品のドラマを同時期に撮影しながら掛け持ちした。2005年、主演ドラマ、溺れる人でアルコール依存症の女性役を演じ、その演技が高く評価され、第31回放送文化基金賞演技賞を、 受賞。同年、主演ドラマ、姉子、姉子で、自然体な頼れる OL、野田直子役を講演した。同年秋、蜷川幸を演出の舞台、天保十二年のシェイクスピアに出演。2006年、主演ドラマ、アンフェアで、刑事、雪平夏美役を講演。三作も映画化され、10年にわたって続いた、大人気シリーズとなる。2007年、主演ドラマ、 派遣の品格で、特 A ランクの派遣社員、大前春子役を講演。平均視聴率20%超えの大ヒットとなった。同年3月公開の映画、アンフェアザ・ムービーで映画初主演。アンフェアや、派遣の品格での演技が評価され、第44回ギャラクシー賞個人賞を受賞。2011年、主演映画、アンフェアザ・アンサーが公開。2013年、 主演ドラマ、ラストシンデレラで、親父女子、遠山桜役を講演。同年8月、出身地である、群馬県気流市の観光大使に任命され、篠原をモデルに作成したファッション広告のような、スタイリッシュなデザインの観光イメージアップポスターが、話題となる。2014年より、女性下着メーカー、トリンプのイメージキャラクターに起用され、天使のブラ、恋するブラ、 ワンダーメイクなどの CM に出演し、美しい胸元を披露している。2015年、主演映画、アンフェアザ・エンドが公開。2017年、主演ドラマ、愛をう人で、虐待を加える母と、虐待を受けて成長した娘の一人に役を演じる。2018年、栗山民屋演出の舞台、アンナ・クリスティで舞台初主演を務める。映画、北の桜森に出演。 主演映画、人魚の眠る家と、サニー強い気持ち強い愛での演技が評価され、第43回放置映画賞主演女優賞を受賞。2019年、第42回日本アカデミー賞において、人魚の眠る家で優秀主演女優賞、北の桜森で優秀助演女優賞を、ダブル受賞。2005年12月8日、俳優の市村真幸香と結婚。 2007年11月に所属事務所を通して妊娠4ヶ月であることを発表。2008年5月10日に第一子となる長男、優太を出産した。2011年9月に第二子の妊娠が報じられ、2012年2月22日に次男を出産した。2021年7月24日、市村との離婚を発表。子供の親権は市村が持つ。 1994年度、1995年度、2003年度、2004年度、2005年度、2006年度、2007年度、2013年度、2018年度メッセージ絵本、メイクブック、東京パフォーマンスドールでの楽曲は、東京パフォーマンスドール音楽を参照。ありがとうございます。